皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮 T&S 整体院代表の鈴木達也です。本日の動画なんですけど、まあ、アトラクションだとか、まあ、テーマパークとか1日後歩いていたりするとすごいもう足が疲れてきて、それで腰が痛くなるなんて、患者さんが多くいらっしゃいます。でそういった患者さん向けに、例えばこう1日歩き回ったりとか1日テーマパークで遊んだあと腰が痛いっていうその腰痛の症状を、まあ、自分で改善できたらいいんじゃないかっていう声をいただいたので、じゃあどういうふうに改善するかっていうのを、まあ、紹介させていただければと思います。よく歩きすぎの症状で疲れてくる筋肉といえば足の筋肉なんですね。その中でも腰の痛みとすごく連動されている筋肉っていうのは膝の後ろ、膝蓋っていうんですけど、膝の後ろにある膝下筋っていう筋肉がすごく腰の痛みと関連性があります。なのでこの膝下筋を緩めてあげることで腰の痛みも自分でセルフケアで改善できるような形になっています。どういうふうに、施術というか治療をしていくかというと、まず両手を使ってもらって、両手を中指、両手の中指をこういう形に立てます。こういう形ですね。こういう形にして膝の後ろに入れます。こうやって、それでイメージとしては下から上に揉み上げるようにこういう形で、この時に膝を曲げてあげた方がしっかり揉めると思います。曲げた状態でしっかりこうこういう形で膝裏の硬くなっている部分があると思うんで、そこをしっかり取ってあげる。ある程度柔らかくなったら思いっきりグーッとグーッと押し込んであげてください。すごく痛いと思います。痛いけど我慢してグーッと10秒ぐらい押し込んでもらって、それから動いてみてください。膝下筋を緩めた方の腰だけがすごく楽になっていると思います。これを左右でやってもらえると、まあ、ご自分で腰痛を、まあ、その場で改善できるかなと思いますので、もしこれで取れたんだけどまだ中に根っこの部分が残ってるっていうんであれば、それは慢性的な痛みにつながってきますので、早めに、当院かまた近くの整骨院だとか整体院に連絡いただければと思います。当院の連絡先は動画の概要欄のホームページの方から予約いただければと思います。インスタグラムや、Facebook、YouTube のチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。本日は、テーマパーク行った後に腰が痛くなった患者さん向けに自分でケアする方法についてお話をさせていただきました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はさよなら。